北海道夕張高等学校は北海道夕張市に所在する同立高等学校。1936年に夕張高等科生女学校として開校。幾多の変遷をたどり、1951年12月に北海道夕張南高等学校となる。その後1992年に旧正中学校を前身とする北海道夕張北高等学校と統合。 北海道夕張高等学校と改称された。2007年に夕張市が財政再建団体となったことで並行が囁かれた。これは少なくとも平成13年度から平成18年度を除き定員割れが続いていたこと、また平成18年8月に北海道教育委員会により策定された新たな高校教育に関する指針により、 一学年三学級以下の小規模校の場合、再編の可能性が高くなり、その当時一学年に学級であったため、再編の可能性が高かったためである。しかし地元進学率が高いこと、他の高校に通う場合に通学が難しい地域である状況を踏まえて、学級減にした上で存続している。一学年の定員は、平成18年度より80名であった。 平成18年度を除いて、毎年定員割れとなっていた影響から平成25年度以降は40名で募集している。また、平成31年度の入学生は20名であった。さらに、平成31年度より、地域連携特例校が導入され、岩見沢東高等学校が協力校となる。以下の通り、時代によって別の学校が夕張校や、 夕張東高を公明としていたので注意が必要である。ありがとうございます。